いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。超いい天気です、三重県。ここは四日市鈴鹿。鈴鹿です。鈴鹿です。今日は、アシスタントで、この番組でもおなじみのジュンさんが、今カメラを持ってくださってます。だから多分、プロなんで、いつもと違う撮影だと思います。今日は、じゃん !CBR125R でございまーす。帰りちゃいました。ちょっとね、乗ってみたかったバイクで、125。これね、街乗りにぴったりだと思うんで、これをね、今日インプレしたいと思います。実は今日ジュンさんが、アシスタントです。アシスタントで手伝ってくれております。ちなみにね、これがね、ジュンさんのね、バイクです。これね、またちょっと別の機会で詳しくね、この車体見ていこうと思いますんで。撮影しようかなと思ったら、ジュンさんに、こっちがいいと言われましたんで、あれじゃさすがプロです。はい、CB125R の詳細チェックに行こうと思います。詳しくね、車体のこと知りたい方はこの番組はね、超薄口なんで、なんとなくで行きますんでじゃあまずちょっと、なんていう、社長っていうんですか、なんていう、全長っていうんですか、はい、まあ、2m ちょいちょいぐらい、まあ、MTR と一緒ぐらいですね、ここまでね。特徴的なのがタンクね、このグラマラスなタンク、セクシーバイクですよね、この番組で言うと。このセクシーさが見た目もいいし、乗った時もすごくいいです。これ125で、これ倒立がついてって、しかもね、見てください、フロントディスク、ウェーブで、しかも ABS までついてます。タイヤがね、前輪が17インチの、これ多分110ぐらいですよね、多分ね。入って、こっちか。そうですね、110ですね。すごくね、がっちりした剛性で、乗り心地もガチガチガチっとした、こう、スポーツタイプの乗り心地です。次に、まず、ちょっとリア見ましょうか。リアはね、同じ17インチなんですけど、これ多分150だったかな?ガツッとね、太いタイヤがついてます。幅広の。後ろから見ると、じゃーん。この太さね、ガツッとね、接地感いいし、しかもフロントもリアもラジアルっすよ。125でラジアルっすよ。すごいっすよね。で、このね、サスね、このサスも、まあ、よくね、こう、ストリートファイター系って、まあ、こういうね、サスついてますけど、あね、正直言うと、ショックを吸収するような乗り心地ではないです。ただ、走りの剛性感がすごくて、車体のね、揺れとか、あと、カーブの時、このフロントフォークの、この角度もそうですけど、まあ、ほぼね、垂直に立ってるんで、かなりね、キビ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 曲がることができます。なぜなら、実はね、ローリー青の、昨日ね、5、6時間これ乗り回してます。すごくね、いいバイクです。はい。次は、このね、CB125R ね、エンジンね、DOHC の 124cc だったかなの水冷単気筒になります。まあ、単気筒 FTR と、まあ、同じ単気筒で排気量はね、まあ、100cc よりちっちゃいんですけど、かなりね、乗りやすいです。何が乗りやすいかというと、トルクがすごいある。一応最大のね、トルクの発生値8000回転なんですけど、まあ、8000回転いかなくてもモリモリモリとトルクがあって、じゃあ最高出力は1万回転の15馬力っていうような一応スペックがあります。まあそこまで街乗りでね、回すことはないんですけど、であと6速ミッション。なので、大体ね、5速ぐらいまでが常用域として使って、まあ5速まで上げとけば20キロぐらいまでスピードが落ちても、モリ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 とトルクフルな走り心地です。ジュンさんね、ローリーはまだバイクに乗って2年なんですけど、ジュンさんもうだって30年。そうだね、30年。そうですよね。ジュンさん、これ CB125R、はい、実は僕もあるっておっしゃったじゃないですか、はい、実は僕も知り合いの1回借りたことがありました。はい、乗りました。どうですか。とにかくスムーズ。スムーズでね、僕単気筒いろんなの乗ってきたんですけど、はい、こんなに振動が少ない単気筒もなかなかないなと。あ、ただその振動はないけれども、ローリーが言ったように、はい、トルクフルです。そうですね、モリモリきます。振動がないのってバランサー、うん、はいはい、ですよね。ですね。だから最近のバイクって単気筒でも、まあもちろん DOHC っていうのもあるし、うん、バランサーが入ってるからいいですよね、うん、なんかすごく疲れにくいでしょうね。そうですよね。はい、
で次はね、このハンドル周り。ハンドルはかなりね、太いね、バーハンドルのこうテーパーになってます。操作感もすごくね、こうしっかりしてます。で、かなりね、こうワイドですね。メーターは液晶す。まあ、いつもの液晶ですよ。ホンダにある。そんな感じです。ちゃんとね、スピードメーターとかタコメーター、ガソリンメーター、あとシフトかな。まあ、ほとんど見えてないですけどね。まあ、でも非常にね、バイクに乗ってメーターを見ると、かなりね、視認性がいいです。はい、久しぶりにローリーアオルの足つきチェック行こうと思います。ローリーのね、また下はね、確かね74から6ぐらいなんですけど、あまり正確に覚えてないんですけど、このね CB125R はシート高ね815あります。もうその時点でね足つかなさそうなんですけど、まあ、ちょっとまたがってみますね。こんな感じですね。かかとつきそうでつかないぐらいですね。しかもここね、シートが幅がすごく広くてガニ股状態ですね、足を下ろした時に。でちょうどね、このステップが足を下ろした時に足の位置に来てすげえ下ろしにくい。だから前にするか後ろにするかこうするか。でもまあ片足になるとべったりつくので、まあ信号待ちとかは全然ね安定します。でしかも車重が130しかないので、まあ立ちこけする心配はほぼないかなと。これ足つきつま先だけなんですけど、意外と軽いんでひょっこ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 動かしやすいです。はい、CBR125R。 正直言ってね、めちゃめちゃ乗りやすいです。3気筒なんですけど全然振動もないんですよ。もうね FTR と比べると全然違います。走り自体なんですけど、すごく軽快で3気筒のね小気味いい音がしてます。でも FTR みたいにドコ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 じゃなくて、みたいな今時のねエンジン音、パルス音って言うんですか、パルス音ってみたいな感じですけど、かなりね重心がねタンクの下、腹の下にあって、かなりね安定しています。今日もねちょっとね風が強いんですけど、全然車体も揺れなくてかなりね乗り心地いいです。やっぱりね、何度も言ってるんですけど、刺すねちょっとしたね道の段差ね、ギャップっていうのはかなりねガツガツね開っちゃいますね。これエンブレもねスムーズで、リアブレーキもしっかり効くし、いい音。このねバイク馬力15馬力なんですけど、まあその最高出力が、まあ、1万回転、最大トルクの発生がね8000なんですよ。で昨日ね1日このバイク乗ってたんですけど、なかなかね1万回転っていうのがねいかなかったんですけど、8000回転ぐらいだったら普通にね街乗りしてて3速4速で走ってるとすぐ行っちゃいますね。で加速がねすごいんですよね。フロントね、特にねこのフロントサスが倒立なんですけど、結構ねやっぱり剛性もあって、こうねちょっと硬いな重いなっていう感じはしますね。ただしフロントフォークの寝かせ方ね、このキャスター角が結構ね、まあ、こう垂直気味に立ってるっていうところもあって、あこういうところね、こういうところのカーブがすごくね曲がりやすい。でもこれはフロントフォークのねこの角度がどちらかというと、SS よりスポーツ寄りの走行ができるんで、すごくねキビキビね曲がることができます。うわーすごい綺麗だな、ここ鈴鹿なのかな。すごくね、安定して、ただしリアサスもフロントサスもしっかりね衝撃をね吸収してくれるようなことはないです。すごくね全体的にね乗りやすい、キビキビしたバイクですね。低速の乗り味もすごく良くて、ハンドルのね打角も思った以上にあって、まあ、顔を向けるだけでもこの軽快感が街乗りではすごくいいですね。だからこのバイクはこうねキビキビ感、あと125以上のこのトルク感で高回転まで回せて遊べるっていうところが非常にね素晴らしい秀逸なバイクだなと思います。いかがでしたでしょうか、このね CB125R。
まあ、約ね、丸2日間乗ってみました。感想は、まあ、FTR でいつも乗ってるんですけど、まあ、15、6年前の車体なんですけど、さすがね、最新のね、バイクはね、違います。違うところは、振動が少ないっていうことと、あと、乗車姿勢が楽、すごくね、走っててね、バランスがいい。四日市の海側を走ってたんですけど、FTR だったらね、かなりこうね、風にね、揺られるんですけど、このバイクは、中心がね、こうね、なんていうの、重心が中心に寄ってて、ちょうどライダーのこの腹の下にね、重心が来てるような感覚があるので、しっかりね、ニーグリップさえしとけば、全然ね、こう、車体のね、揺れはないです。社長のね、インプレでも言ったんですけど、かなり、キビキビしたバイクです、これ。街乗りで、中低速の走行っていうのも、まあ、トルクフルですし、ギアもガチャガチャ変えなくても、まあ、4速5速入れとけば、まあ、乗用域ではすごく使いやすい。正直言って、今ね、マジで2代目考えてます。125もありなんじゃないのかなと。ぜひね、お近くのね、ホンダドリーム行って買ってください。これ、全然。プロプロ欲しいじゃないですけどね。はい、ジュンさん。はい。今日アシスタントありがとうございました。素晴らしいインプレでした。口なんて、とんでもない。あのやっぱね、2年もね、ほぼね、毎日ね、バイク乗るとね、いろんなこと思えるようになりますよね。皆さんね、バイクライフね、楽しんでくださいね。で、かなり CB125R、いいんで、ぜひね、機会あったら、レンタルとかでね、乗ってみてください。ということで、じゅんさん、行きましょうか。はい。実はね、この後ね、じゅんさんとツーリングに行きます。三重をね、楽しみにしてください。それじゃあ、来週も、見てねー。ちょっと、それ、どういう風にやるか聞いてないし。あ来週も見てねーす。じゃあ、来週も見てねー。ローリーアオルでしたー。